ああ。よう、隊長さん。どうしたんだよ、初歩。何かあったのか？あ、いや、なんでもねえよ。その、呼び出して悪かったな。おい、隊長さん、あんま人のものをジロジロ見ないでくれ。なあ、初歩、何かあったのか？別に、何もねえよ。悩みがあるなら俺に言ってくれていいんだぞ。なも、なんて言えばいいかわかんねえよ。もしかして初歩、例の実家に帰るって話が本当になったんじゃないだろうな。もしそうだったらどうするってんだよ。絶対に返さない。初歩は花組に必要な存在だ。そうかい、ありがとうよ。素直に嬉しいぜ。でも安心しな、実家に帰るなんて話はねえからさ。よかった、安心したよ。どうもよくわからないな、アツホ。一体どうしたんだ？何を悩んでる？なんかさ、参っちまったんだよ。私は何もできないなってさ。私たちは上海歌劇団に勝った。ほんとすげえことだと思う。でもさ、私なんかいなくても花組は輝けるんじゃないのかな。私には何にもない、何にもないんだ。どこ見てんだよ。え？いや、たく、スケベな隊長さんだぜ。そんなに塞ぎ込んで、いつもの表情豊かで楽しい初歩はどこに行ったんだよ。私だっていつも楽しいばかりじゃねえよ。これか？うちの神社じゃ綱たすきって言うんだけど、変かな。いや、そんなことないよ。初歩の切符の良さを
よく表していると思う。切符がいいか。また見てやがる。ごめん。仕方ねえな。今だけ、ちょっとだけ特別だ。おい。何するつもりだよ。たっくん、油断も隙もねえな。切符がいいって言われてもな、そんなの何の役にも立ちゃしないぜ。アツホのその人柄が周りを明るくしてくれるんだよ。十分みんなの役に立ててるじゃないか。そうかな。表情豊かといえば、アツホは話す言葉もいろいろと表現豊かだよな。口が悪いのは生まれつきさ。悪いけど諦めてくれ。口が悪いといえば悪いけど、不思議と嫌な気持ちにならないんだ、アツホの場合。そうか。それならいいけどさ。それもアツホが正直だからだよ。みんな分かってる。かんざしが気になるのか。ちょっと変わってるからな。これはうちで売ってる宝具のかんざしでさ、立派なご利益があるんだぜ。へえ、どんな。髪をまとめるように人と人の縁をまとめてつないでくれるのさ。もしかしたら俺と初穂の縁もそのかんざしが結んでくれたのかもしれないな。まあそれはそうかもしれないな。見るなよ。桜みてえな綺麗な手じゃないんだ。その大道具をいじったりしてると時々引っ掛けたりして、どうしてもさ。細かい傷は確かにある。だが美しい傷じゃないか。舞台のために力仕事も厭わない。そんな初歩をみんな頼りにしてるんだよ。見るなって。恥ずかしいことばかり言いやがって。確かにその通りだが、拳さえも初穂の心を表してるんだと感心してね。バカかよお前は。